げえの来たら、すげえ。でもシボレーのなんかだよね、インパラかな。すごいね、ラットスタイルという。もう塗装が剥がれ落ちてるね。すごいかっこいい。めちゃくちゃ古い。この角張った感じがかっこいい。あれはやばい。全体を取って。長いな。めちゃくちゃ長い。これワイヤーのようなホイールもかっこいいね。スピンナー。これ多分なんかハイドロかなんか組んでそうだよ。ハイドロの時代っていうか、なんかポンポン跳ねるそういう車っぽいね。何の車かまずわからんな。何の車だ。インパラかな。とりあえずシボレーしかわからんけど、ね。シボレーで果たして何なのか。すげえな。アメリカの旗。いや、アメリカじゃない、これ。どこだろう。多分、キューバ。キューバかな、これは。アメリカがでも半分入ってるね。アメリカとキューバをなんか合わせた旗かな。もうキューバじゃなかったらごめんなさい。多分、アメリカとなんかだね。すごいね。この認識的な、これが。オープンカーで、なんか5人ぐらいゆったり乗れるね、この車なら。すごいね。果たしてシボレーの何だろう、350って書いてある。350か。これは出てこんな。果たして